皆さん、こんばんは。ご参加いただきありがとうございます。静岡県立大学グローバル地域センターの西でございます。静岡県立大学ジャーナリズム公開講座は、グローバル地域センター特任教授で軍事アナリストの小川和久が2013年秋に始めました。今年度はウェビナーとして8回、さまざまな分野と視点の講師をお迎えします。今夜は早稲田大学の瀬川史郎教授に、科学報道は公平・中立で良いのかというテーマで、地球温暖化問題の報道などについて1時間少々お話しいただき、それから皆さんの質問に答えていただきます。瀬川先生は1954年岡山市生まれ、東京大学で科学の歴史と哲学を学ばれ、卒業後、毎日新聞社に入り、ワシントン特派員、科学環境部長、編集局次長、論説委員などを務められました。2008年からは早稲田大学教授として、科学報道、誤った情報の広まり方やファクトチェック、メディア産業論などを研究されています。著書に、科学報道の真相、ジャーナリズムとマスメディア共同体、これは、千曲新書で科学ジャーナリスト賞を2017年に受賞しました。他に、心臓移植の現場、理系白書などがあります。また、2つの NPO 法人、ファクトチェックイニシアティブと報道実務家フォーラムの理事長をされています。それでは瀬川先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんばんは。ただいまご紹介いただきました、早稲田大学の瀬川と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それでは画面共有をさせていただきます。今日はですね、科学報道は公平・中立で良いのかというテーマをいただいています。それ私は科学報道、記者の時代にですね、科学報道を担当しておりました。で、その中でも今日はですね、地球温暖化問題、今気候変動問題と言われていますけど、その分野において公平中立の問題を考えていきたいというふうに思っております。今日の構成はこのような形でありまして、公平中立問題のことから地球温暖化問題も少しお話をしないと、どういう問題なのかということをお話しておきた上で、温暖化懐疑論の話をさせていただき、公平中立の問題を考えていきたいというふうに思っております。皆さんもマスメディアの報道というものに対してそれぞれご意見がおありだと思いますが、ソーシャルメディア上ではどういう意見があるかというと、よく目立つのはですね、新聞やテレビは変更している、どこどこ新聞はですね、政権批判ばっかりだとか、あるいは一方でどこどこ新聞は政府広報ばっかりだとかですね、そういうような形の、ご意見が意見がですね、飛んでいる飛び交っているように思います。で、私は大学でジャーナリズム論という授業を担当してますけれども、そこで大学生のレビューシートといいますか、感想を毎回授業の感想をもら、提出してもらうんですけれども、その中にはですね、メディアは公平中立であるべきだ、あるいはメディアは客観的に報道すべきだというような、声を多く聞きます。で、一般的にですね、こういう公平中立あるいは客観的報道というのはですね、ジャーナリズムのあるべき姿として考えられていると思いますけれども、それが果たして、妥当なのか適切なのかということについて、今日は地球温暖化の問題を通じて考えていきたいというふうに思っております。
まずこの問題を少しおさらいの形でお話をさせていただきます。この右にありますこの図がですね、まあ、地球が温暖化する、まあ、仕組みといいますですね。で、まあ、太陽から地球にエネルギーが届いた上でそれがまた宇宙に戻っていくわけですけども、まあ、CO2 がこの空中地球を取り巻く形で多くありますとそれが、一旦吸収してまた地上に、その熱をですね戻すような役割を果たします。まあ温室のと同じような役割ですね。温室の中がでその結果温室と同じように中が暖かくなる温暖化するというのがですね、まあ、一番基本的な考え方です。ですから CO2 とかの温室効果ガスが増えると地球はその結果、まあ、平均気温が上がっていくということが言われています。で産業革命の頃からの地球のですね世界、年の平均気温を見てみますとこういう形で上がっています。まあ、一時下がったり上がったりしている部分はありますけれども線を引くとですねこの赤い線のようになっていまして、まあ、100年あたり 0.72 度の上昇をしているということになります。じゃあこの問題は今どういうふうに最先端で言われているかといいますと一番新しいその科学的な知見というのがですね、今年に出ました2021年に出ました IPCC、気候変動に関する政府間パネルという、まあ、国際的な組織枠組み組織ですね。その中での第6次の報告書で報告されたものが、まあ、最新のものです。でそこでは何が言われているか、人間の影響が大気海洋および陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないというふうに書かれています。でこのIPCC はですね、何年かに1回、こういう報告書を出してまして、その前の前はですね、2014年に出しています。で、2014年の第5次報告書では、疑う余地ではなくて、可能性が極めて高いという表現でした。でこれは確率が 95% 以上だということを意味すると報告書には書いてあります。でそれよりも今回はまあ高いことになるんですが、まあ、おそらく 99% 以上というような意味のものだというふうに思います。でそこにはまた人が起こした気候変動、まあ、これは人が起こした今でいうと温暖化ですねというのはすでに世界中のすべての地域で多くの気象および気候の極端現象にすでに影響を及ぼしていると、もうすでにあるんだということを言っているんですね。またその下に書いているのはその証拠というのはですね、前に2014年以降ですね、どんどん強化されているということを言っているわけです。じゃあ IPCC とは何かというと、これは国連環境計画、まあ、国連の組織ですね、あと世界気象機関、まあ、気象庁などの、まあまあ、世界的な機関と考えていただければいいと思うんですけど、そういうところが協力してできた組織でして、気候変動に関する政府間パネルというと、まあ、イメージ湧かないんですけれども、ここに出ているような部会があります。で特に第一作業部会、第二作業部会、第三作業部会というのがあって、そこが報告書を出すんですね。で、いや誰が主体なのかと言いますと、それは科学者なんですね。各国、まあ、政府間パネルと書いてますが、各国の政府から推薦された科学者が参加して、まあ、温暖化に関しての科学的な評価などをしてですね、その知見を政策決定者に知らせて政策決定に利用してもらうというのが、まあ、この目的なわけです。ですので、まあ、基本は科学者が、まあ、最新の科学的知見に基づいてまとめるということで IPCC の報告書というのは、
最も信頼できる科学的知見とされています。これまでこのように報告書が出て、6時まで出ています。1990年が第1次で、5年からですね、7年おきに出てるわけです。で、今年の春、夏でしたかね、出たのが、この気候変動の自然科学的根拠、政策決定者向け要約というこの冊子、あの本ですね、報告書です。で、ここにはですね、日本からも10人の研究者が執筆に参加しています。かなり多くの人が執筆に当たっているということですね。1万4000本の論文をもとに、報告書を作っているというふうに言われています。で、先ほど最初にお話した人間の影響が大気、海気及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がないということについてはですね、このような図がグラフがついています。左のグラフは、過去の、地球の気温をですね、復元した値と最近の観測値というのを見ているわけですけども、ずっと紀元、2000年以上前からですね、見ていくとあまり変わってこなかったものがですね、ここ数年、150年ぐらい、百数十年の間にですね、ぐっと上がってきているということが言われています。で、右のグラフは何かと言いますと、これは後でも説明するかもしれませんけれども、じゃあどういうことが原因かということを考えたときにですね、自然現象だけで考えてみた場合には、下側のですね、その緑に見える線、そのくらいの温度にしかなりませんよと。でも実際には上の、茶色といいますか、の方にですね、気温は上がっていってるわけですけども、これはやはり人為的な CO2 のことを、その要因として考えたときにそういう数字になりますねということを言ってるわけですね。最近ですね、1.5 度とか2度という話がよく出ると思います。で、これはこの報告書にある図なんですけれども、今2020年このあたりですね。で、もう1950年から前こういうふうに増えてきてるわけですけれども、今後どうなるかというのは、シナリオはいくつもあるということです。で、今のまま CO2 が増える形でいくとですね、赤い線になっていきますねと。で、頑張って CO2 を減らしていく、かなり減らしていくとですね、こういう青い線の方になっていきますと。つまり、今ここにあり、2020年ぐらいにありますけども、しばらくはどうやっても上がっていくと。ただし、頑張ればですね、CO2 を本当に大幅に減らす、ゼロにするということでもあるわけですけども、そうなると、この水色の線、2050年ぐらいからですね、下がっていく。温度は、平均気温は徐々に下がっていって、1.5 度の範囲に入ってくるということです。そうでなければですね、3度、4度、5度上がっていくということになります。これは海水面が上のもので、やはり上がっていく、海水面はいろんな形で上がっていくと。で、下のグラフはですね、北極海の海氷面積です。で、これは、今すでにもう減ってるわけですけれども、赤い線、そのままでいきますとですね、もうこの2070年ぐらいに、60年、70年、この頃にはですね、北極海の氷はまずなくなってしまうということが予想されているということです。こういうものはですね、報告書に書いてありますけども、こういう今起きている変化は、このままだと100年から1000年の時間スケールで複
不可逆的、まあ、元に戻らない形で進んでいくというふうに言われています。そういうふうにいろいろと予測は立ってるんですが、実はまあこういう予測というのは将来のことはまあどうやって分かるかというとですね、コンピューターシミュレーション、先日真鍋さんがですね、ノーベル賞を受賞されましたけども、まあ、コンピューターシミュレーションによる気候をですね、コンピューターシミュレーションで、再現して、それで将来を予測していくというものが一番大きな科学的な方法になっています。ただそういうものにはですね、やはり地球というのは非常に大きな、研究対象として非常に大きなものですので、全てを研究対象として緻密に研究することはなかなか難しいということで、科学的な不確実性があると、ずっと言われてきました。それは下の方にこの書いてるところなんですけども、空間時間スケールが大きくて大きいということ、そしてさまざまな要因が関わっていて、その程度の問題が正確に再現するのが難しいと。ですので、モデルを作ってコンピューターで動かしていって、近似的に理解予測することが可能なということです。ですので、科学的な不確実性というのはですね、必ずあるんだということになると。で、先ほどお話したように IPCC の第一次報告書というのは1990年に出てますので、その時にはですね、こういう表現が出てるわけです。気候変化に関する知見はまだ十分とは言えないと。その予測には多くの不確実性があるという表現。さらには、1990年段階ですけども、温室効果が強められていることを観測により明確に検出することは、向こう10年内外ではできそうもないと。そういう意味では、まだ科学的な不確実性というのは大きいですよということをですね、31年前には、率直に指摘していたということになります。で、今、そういう不確実性というのは必ずあるということで、その報告書には、不確実性の尺度というのが書かれています。先ほどお話した可能性が極めて高いというのはですね、95から 100% ということですね。これだけいろんな段階で、0から 1% ほぼありえないからですね、含めてこういう言語、英語がありまして、そういう英語を言葉を使って確率というものをですね、表現していくということです。先ほど 99% 以上と言ったのは、疑う余地がないという表現は、この間にないんですけども、ほぼ確実ということと、ということであろうということで、先ほどそういうお話をしたところです。で、今のが IPCC という、科学的な知見の方ですけども、それを受けて、政治が動くということになるわけですね。それが2015年でしたですかね、パリ協定という取り決めですね。で、これは国際的に温室効果ガスを排出を削減していく取り組みということになります。で、その時には、気温上昇をですね、2度未満に抑えるというのが、メインの目標で、1.5 度未満になるように努力することも考えるということにということがこのパリ協定では合意されたわけです。また世界の温室効果ガスの排出量を減らしていって、これが重要なんです。今世紀後半には実質ゼロにするということを言ったわけです。で、このゼロにしないとですね、実はこの 2度とかですね、2度未満は可能なんかもしれませんが、 1.5 度未満にはならないですね、ゼロにしないと。そういうことを決めたのがこのパリ協定です。で、パリ協定を受けて、これは皆さんもメディアの報道でご存知かと思いますが、今月の13日にですね、今
イギリスのグラスゴーで開かれていた COP26 という、これは1992年にですね、この地球温暖化、気候変動、地球温暖化防止の条約というのができまして、その後、まあ、最近はもう毎年1回ずつなんですけれども、その条約に合意した国々が集まって、これからどうするかということをですね、毎年考える締約国会議というのを開いています。で、これが第26回で、この会議の略称としてですね、COP と言って、その26回目なので COP26 と言われています。ちなみに京都議定書というのはご存知の方がおられるとは思うんですけども、まあ、これも地球温暖化のこの枠組み条約の中で行われた京都議定書、作られたのが京都議定書です。これが1997年です。これは京都で開かれました。で、その時は COP3 ですね。ですから第3回目の会議でそういう京都議定書が作られて、今その枠組みが新しくなって、パリ協定、そしてグラスゴーの気候合意というふうになってきているわけです。で、ここではですね、パリ協定と比べて特筆すべきこととしては2度ではなくて 1.5 度というのをメインに打ち出したことですね。もう2度では不十分だという考え方が出てきたということです。また石炭火力の、段階的削減ということをですね、この具体的なこういう発電方法について言及しながら削減するんだということを合意したというのも、まあ、特筆すべきことだと言われています。また、この一番下の4つ目のですね、温室効果ガス、まあ、CO2 などの温室効果ガスの削減実績を排出権として取引する市場メカニズムというのは、前から作る必要があるということと、もうすでに作られているところもあるんですけども、それを国際的にどういうルールでやるかということをですね、決めたというのも非常に大きいということです。これは、パリ協定のルールブック、要するにそのパリ協定というのは理念を謳っているわけですけども、それを実施するためのルールというものを作ったということで、非常に評価されていまして、これからですね、パリ協定が実質的に、各国がそれをもとにですね、具体的にルールに従って動いていくということになるということにです。続いて温暖化会議論ということに話をしたいと思います。かなり会議論ということをご存知の方もおられるかもしれませんが、この話を聞くと、私のお話で、この会議論のところだけがですね、もしかして印象に残っているかもしれないほど、インプットのある話ではあるんですけども、ご紹介いたします。温暖化会議論というのは、まさに先ほどの IPCC が言っている地球の温暖化が今進んでいると、そしてそれは人が排出している CO2 が原因だということをですね、言ってるわけですけど、それを疑問視したり否定したりすることが会議論なんですね。あるいは対策についても、その CO2 を減らしても意味がないですよということを言うというようなことで、そういうことにも疑問視すると言ったり否定するのが会議論です。例えば、この真ん中ですね、地球の気候は地球の誕生以来自然変動が要因で変化しており、今の気候 変化も自然変動が主な原因であるというのが、例えば、会議論の一つの主張ですね。もう一つは、例えば CO2 などの温室効果ガスの削減は必要ない、つまり温暖化というのは自然現象なので、それを人為的に何かコントロールする必要はないんだということを言っているのが会議論です。英語ではこういう形の表現で言われています。トランプさんが、前のアメリカの大統領のトランプさんがこの、会議論の発言をしてたというのはご存知だと思います。
で、国内外でですね、温暖化の会議論の本というのはまあかなり出ておりまして、まあ、それが売れてるのか売れてないのかはちょっと分かりませんが、まあ、売れてるようにも思います。で、まあ、これはその中からいくつか集めてきたものですけれども、暴走する地球温暖化論とかですね、温暖化を食い物にする人々、地球温暖化説は SF 小説だったとかですね、 CO2 犯人説は世紀の大嘘とか、まあ、そういうことが、まあ、タイトルの本がかなり出ています。まあ、これは出版年ですけども、古い本も、まあ、2007年の頃の本も出してきてますけれども、2018年、20年、21年、そして英語の本も見ていただくと分かりますけれども、こういう会議論の本も、まあ、2020年、21年とですね、まあ、今に至るまで、出てきているわけです。で、ここで、これはもうちょっと古いんですけれども、一つ映像を見ていただきたいと思います。5分ぐらいですね。地球温暖化詐欺、つまり地球温暖化というのは、を言ってる人たちは詐欺をして、詐欺商法といいますか、そういうことだということを言ってるものなんですね。はい、この地球温暖化詐欺というのはですね、その、まあ、科学者がいろいろと登場して、まあ地球温暖化に疑問を持つ、まあ、否定する科学者がいろいろ登場してですね、その説を述べるということで、まあ、かなりインパクトのあるものですね。で、これは今でもあるんですかね、 YouTube に、7つぐらいですか、なんかいくつかのパーツに分かれて、60分、まあ、そういうパーツに分かれて出てますので、まあ、見ることはできると思いますので、もしご関心があればですね、まあ、見ていただければと思います。これは、Great Global Warming Swindle というようなタイトル、英語のタイトルですね。で、イギリスで作られて2007年に放送されました。公共放送で放送されたものです。まあ、つまるところ人間による温暖化という説はですね、まあ、嘘だということが、まあ、メッセージとして伝わる内容になっています。で、この放送に関しては、まあ、一部、まあ、登場人物を適切に扱わなかったとかということなどがありまして、イギリスのそういう通信や放送の規制機関が放送コード違反と判断して、しているものです。まあ、そういうものではあるんですけども、まあ、この温暖、こういうものはですね、他にもありますし、その、なんですか、まず科学者だけじゃなくて、むしろビジネスの人たちもですね、こういうことを、まあ、地球温暖化というのはですね、科学的ではないんだと、まあ、人為的な地球温暖化というのは科学的ではないんだということをですね、まあ、言う人も、まあ、いる、根強くいるというふうに思います。温暖化会議論の特徴というのは、まあ、これはですね、地球温暖化会議論という本があります。この本は会議論を紹介している本というよりも、会議論を紹介して、まあ、その内容を、まあ、一つ一つ科学的ではないですよということで反論している本なんですね。これは2009年に出ているものですけれども、まあ、そこに一つ一つのことについてはですね、私も詳しく説明できる、知識を持っていないんですけれども、まあ、総じて書かれていることはこういうことだということですね。だから科学的な研究が進んでいるのにもかかわらず、つまり1990年頃には不確かさというのはまあかなりありますよと言ってたんだけども、その後科学的な研究はいろいろと進んでいるんだと、ま
まあ、不確実性というのは狭まっているんだということがあるにもかかわらず、依然として不確かさをですね、強調しているというのが一つの特徴であると。またすでに十分に考慮している。そういう事項を、まあ、考慮していないと批判する。また温暖化の人起源説について、まあ、一方的に疑問を呈しているんだけれども、まあ、自然要因説についての実は自然要因説もですね、それを疑うというか、それで今の温暖化を説明できるのかということを本当に疑えばですね、疑えるものなんだけども、それについては疑わないというようなところ、まあ、自分の実論については科学的な根拠を示せていないというところ、まあ、そういうものがですね、まあ、会議論の特徴だと、まあ、あるいは弱点だというふうに指摘しているものです。まあ、これはもちろん、温暖化は科学的に根拠のある話ですよという科学者の立場からの、まあ、指摘なので、まあ、そういうふうに見ていただくということも必要かと思います。まあ、人起源と自然要因との関係で言いますと、先ほど、まあ、最初にもお話をしたものなんですが、それをもう一度別の図で紹介しますと、まあ、先ほどお話したように今の地球温暖化気候変動の研究というのはですね、実測をデータをもとに、また、まあ、実測データをもとにですね、そのもう一方ではですね、その物理法則を下敷きにしたモデルを作るわけですね。シミュレーション、大気のと大気あるいは海洋のその総合的な、流体の方程式を作って、それをコンピューターに入れる形で動かして、それと実測値を入れながら、実測値をですね、こう反映しながらですね、シミュレーションをより精度を高めて説明できるようにしていくというのが、まあ、今のやり方なんですけども、そのシミュレーションの結果、まあ、そういう形でシミュレーションというのはどんどん改善されていくんですけども、まあ、それを見ていただくとですね、その、まあ、自然要因のみを、まあ、この黒い線が実際の温度の上昇です。で、自然要因のみを考慮するとですね、まあ、そこまで上がっていかないんですね。その、これで言うと青いゾーンに入っているものにシミュレーションはなっていくと。で、自然要因に人要因、これはまあ温室効果、ガス等の排出による温暖化というものを入れていくとですね、まあ、赤いゾーンになってですね、そのシミュレーションとして、まあ、適合していくというような形で、まあ、これは何を意味するかというと、まあ、自然要因だけではですね、この間の特に1850年とかですね、そういう1850年とかそういうところからの、まあ、今に至る、温度上昇というのはですね、説明できないというのが、まあ、そのシミュレーションから分かるというふうなことになります。で、まあ、今のが、まあ、地球温暖化、これまでがですね、地球温暖化の最新の科学的な知見と言われている IPCC のものと、まあ、一方で地球温暖化会議論というものを、まあ、ご紹介したわけですけども、それでは、地球温暖化報道に関しての、まあ、公平中立報道ということの、まあ、にいよいよ入っていくわけですけども、まあ、その2つをもとに考えていきたいと思います。で、そこで重要になるのがですね、ボイコフという人の、まあ、論文による問題提起であります。
これは論文ですね。ボイコフ氏はですね、バランサーズバイアスという論文を出しました。2004年です。まあ、もうかなり古いといえば古いですね。バランサーズバイアスというのは、まあ、意訳しますと、バランスというものがバイアスになるという意味です。で、まあ、これをこれから説明していくわけですけれども、ボイコフ氏の論文ではですね、ボイコフ氏が説明したものなんですけど、ジャーナリズムには4つの規範が示されてますねということを言っています。で、そのここには客観性、公正性、正確性、そしてバランス、この4つが規範としてありますねということを言っています。で、ボイコフ氏はそこの中でバランスに注目します。で、バランスというのは、このエントマンという、この、まあ、こういうジャーナリズムといいますか、あの政治コミュニケーションの研究者として有名な方なんですけども、まあ、バランスについて説明、まあ、これもバランスというのは日本ではあんまりバランス報道という言い方しないんですけども、まあ、エントマン氏はどう言ってるかというと、バランスは中立性を目的としている。まあ、両陣営が対立する重要な議論においては、記者は両陣営の正当なスポークスパーソンの見解をほぼ平等な扱いで提示しなければいけない。まあ、これはアメリカですから、まあ、民主党、共和党、共和党、民主党、まあ、そういう2つに分かれることが多いので、まあ、そういうことを想定した発言だと思いますけれども、つまりは両論兵器、2つの意見があるときには、それを両論をほぼ平等な扱いで提示するということを言っているわけです。だから、まあ、バランスというのは、私たちが考える公平中立という問題と言い換えることができると思います。で、ボイコフ氏はですね、このバランス報道のことを指摘していますので、ここで公平中立報道のことを考えることができるというふうに思います。で、彼はこういうことを考えたわけですね。地球温暖化に関するバランス報道はバランスの取れた報道と言えるのかということを考えました。その例をやるため、それに取り組むために、アメリカの主要な新聞、ニューヨークタイムズ以下4つの新聞のですね、もうちょっと古いんですけども、1988年から2002年、まあ、2004年の研究ですから、その時点では新しいわけですが、まあ、その時期の、まあ、地球温暖化報道の記事を取り出しました。で、それを4つに分けるんですね。先ほどからありますように人為起源と、まあ、自然、まあ、人為起源に対する懐疑論、まあ、自然要因ということですかね、そういうものの2つに分けて、じゃあそれがどういうふうに扱われているかというのを考えて4つに分けます。記事分類コード、まあ、人為起源のみを説明している、人為起源が優勢に説明している、人為起源についてのバランス説明、これはまあ両方を懐疑論も含めてバランスをよく説明しているということです。もう一つは懐疑論が優勢、この4つに分けました。じゃあその結果どうなったかと言いますと、まあ、結果はですね、この人為起源についてのバランス説明が半数以上、この灰色のところ、グレーのところですね、これがバランス説明だったということです。52.6%、65%。で、次はまあ人為起源が優勢というオレンジ色のものがあって、あとはまあ懐疑論、人為起源のみを説明しているのと、懐疑論が優勢というのがまあ 5、6% あったということになります。まあ、ここでやっぱり特徴的なのは、バランス説明が半数以上だったということなんですね。じゃあ、これが適切なのかということを考えるわけです。で、それをどうやって考えるかといいますと、まあ、何に依拠すべきかという視点を考えるわけですね。報道というのは何に依拠すべきなのか。つまり2つの意見があるから2つの意見を平等に出すのか、いいのか。他に、
依拠すべきものはあるのかということなんですね。で、地球温暖化の問題というのはそういう意味では非常に、まあ、分かりやすいといいますか、やはりその温暖化ということ自体はですね、サイエンスの問題なんですね。ですから IPCC というような組織があると。つまりサイエンスがこういう新しい知見を考え方、いろんな研究でですね、最新の見解を出す。それに基づいて政治、あるいはその他のものが動く、その他のアクターが動くというのがですね、まあ、今の仕組みなわけです。ですので、地球温暖化という問題に関して言うと、やはり科学者コミュニティの科学的な言説に依拠すべきだろうというのが、まあ、それが妥当だろうというのが一つ言えるというふうに思います。まあ、先ほどの温暖化会議論、地球温暖化詐欺の中には、まあ、否定する科学者、疑問視する科学者が、まあ、多く登場したわけですけども、じゃあその人たちがマジョリティなのかどうかというのが、まあ、一つ考えるべきポイントかなと思います。で、科学者コミュニティの意見分布というのを見てみると、まあ、そういう調査があるんですね。ジン・マーマンという人の調査、あるいはクックという人の調査とかあるんですが、地球科学者でいうとですね、人員起源を、の意見を出し、まあ、人員起源を切断という人がですね、82% いると。ちょっとこのデータにはですね、自然現変動意見なしというのがちょっと見つかっていないので、そこがわからないんですけども、人員起源が 82% というのは、まあ、そのデータとしては出ているということなんですが、地球科学者といいますと、どういう人かというと、まあ、地震学者もそうですし、火山学者もそうです。そして今のように大気の問題をやっている人もそういう範疇に入るわけで、まあ、やや広い。でも、まあ、地球のもそういう構造とか動きというものをですね、専門に研究している人が地球科学者です。で、まあ、82% というのは、まあ、かなり大きな数字ではあると、まあ、ということです。じゃあ気候変動を研究している、まあ、そういうシミュレーションとかですね、含めて気候変動問題を研究している人はどうかというと、まあ、人気言説と考えている人は 97% になるわけですね。まあ、そういう意味では本当にマジョリティになるということです。でもう一つあります。でクック氏らの調査で気候変動の論文を調べてみました。その中で、まあ、意見として、出てくるものを見たわけですけども、人気言をと言ってる、まあ、その論文の中にですね、人気言を、まあの意見が出てるものというのは 62%、まあ、3分の2弱ですね。まあ、自然変動だと言ってる人は 1.8%、まあ、これあります。ありました。で、まあ、意見が出てないというのが、まあ、残りの 3分の1ぐらいやっぱりあるわけ、3分の1強あるわけですね。まあ、こういう状況の数字が分かってきたということです。まあ、これももうやや古いデータではありますけれども。で、ここで、まあ、重要なのは科学者コミュニティ、特にまあ専門の科学者コミュニティですね。中では80から90数パーセントが人為起源の考えであると。とすれば、この意見分布に基づいた報道というのがですね、適切ではないかというふうに考えることができる。つまり、まあ、8、9割は、8、9対1、2という割合で、例えば報道するとか、分量もですね、そのくらいにするとかですね、そういうものがですね、適切ではないかというふうに考えることができると。だから、ほぼバランスで地球温、人為起源論と人為起源説と懐疑論を1対1で報道するというのは、まあ、むしろバイアスがあるんではない、変更しているんではないかというふうに、考えることができるということです。じゃあアメリカのですね、国民はどう考えているかというと、アメリカ
国民はですね、これも先ほどちょっとこれは先に言っておかないといけないんです。研究の先ほどのですね、ボイコフ氏の研究は2002年までの研究なので、まあ、ここのデータというのは2002年以降のデータですね。ですからその違いというのはもうご理解いただきたいと思いますし、単純に先ほどの報道とこのアメリカの市民の世論調査を重ねて考えることはできないということはご指摘しておきたいと思います。まあ、その上で、2003年以降のアメリカ市民の世論調査を見ますと、まあ、人気源だと考えている人は50から 68%、まあ、自然変動だと考えている人は29から 46% ということで、まあ、人気源がまあ3分の2、自然変動が3分の1というような形で、なっています。ですので科学者コミュニティとはまた違う意見の分布になっているというふうに言えます。まあ、この2010年頃にですね、このかなりお互いが近づいているという部分がありますね。まあ、今また開いてきているという部分面もあります。で、まあ、こういうことをこのアメリカの市民のまた意見分布というものを考えると、この前がちょっとわからないんですけど、この前がですね、わかればいいんですけど、まあ、例えば2002年までの報道でそういう一対一の報道をしていたとなるとですね、まあ、これは仮説ですけれども、まあ、そういうバランス報道というものがですね、この市民の言説、市民の意見分布というものをですね、作ったということもですね、考えることが、まあ、可能性もあるということです。まあ、これは証明されているわけではないです。これは余談になりますけども、温暖化の危機意識という意味では、実はまあ、アメリカの政治的な党派によって差が生まれているということも見えてるんですね。この温暖化の危機を大いに懸念しているという人は2017年ですけども、民主党で 66%、共和党は 18% ということで、まあ、この差、まあ、今に至るその分断というものがですね、いろいろとアメリカ国民の中の分断と言われてますけども、まあ、この温暖化という問題に関してもですね、まあ、分断しているという分断が見えるということです。では日本の報道はどうかというのも考えてみないといけません。で、日本の報道はまあ皆さんもまあ日々報道に接しているかと思いますが、これも2010年頃、2008年の研究ですね。この私のところの大学院のですね、学生が研究したものなんですけども、この研究の手法は、まあ、温暖化の不確実性というものに言及している記事を朝日新聞と読売新聞で調べてみましたと。で、それが温暖化というものに言及している記事のどのくらいの割合になるのかなということを調べたところですね、例えば朝日新聞で言うと、この20年ぐらいの、この20年の間にですね、1万件のうち160件ぐらい、読売新聞も1万1000件のうち110件ぐらいということで、まあ、非常に記事は少ない、そういう不確実ということをですね、指摘する記事はもともと少なかったと。まあ、90年頃に多かったということになりますが、これは 何かと言いますと、先ほどお話ししたように1990年に IPCC は第一次の報告書を出しました。で、その時に温暖化については科学的な不確実な面があるということを指摘しました。まあ、そのことが紹介されているというものですね。まあ、それ以降はそれほど出てきてなくて、まあ、97年はおそらく京都議定書の時のお話だとは思います。まあ、もともとバランス報道にはなってなくて、あんまり温暖化のそういう
不確実な問題等を含めては出てないということですね。でこれは私の、まあ、データ、私が得たデータなんですけれども、温暖化会議論に言及した新聞記事数というのを調べてみました。4紙で、朝日、日経、毎日読売、4紙で調べてみました。そうしますと、まあ、1990年頃、まあ、90年に、少しありますけども、まあ、ずっと本当に少ないですね。で2007年から2012年にかけて、まあ、多くなっています。これはまあ先ほどのアメリカの、あ、まあ、この時はですね、あのまあ地球温暖化の研究に関して、なんていうんですかね、まあ、疑念が持たれた事件がありまして、そういう事件も影響して、こういうデータになっているんだと、まあ、研究に、まあ、不正があるんじゃないかということが指摘されて、こういうデータになっているんだと思います。また、まあ、なってるというか、まあ、そういうことが一因になっていると思います。でまたですね、この最近、2016年から増えてますが、これは何だと思いますかね。これは、まあ、トランプ大統領が地球温暖化に、まあ、否定的、あるいは疑問視する、その対策についても疑問視することをよく指摘していたので、まあ、そういうものが反映されたデータだというふうに思います。もう一人、浅山さんという人がですね、これも2011年なんですけども、IPCC 報道のフレーム分析、というのをやっています。これはそういう新聞の中の IPCC が出る報道においてですね、どんなことが語られているのかということを、まあ、フレームという見方で、抽出して、まあ、数量化していくというものなんですね。まあこれはどういうことかって、例えば全員科学者、IPCC というのは全員科学者ですねということが強調されたような面が記事に出てると、まあ、それはそういうフレームがあるというふうに見るわけです。で、まあ、ですから、この科学的な裏付けとか、科学と政治の分離とか、警告者、まあ、これが IPCC を、まあ、表彰といいますか、IPCC をの見方として、そういうものが出てるものが多いということですね。でここでもやっぱり分かるのは、まあ、政治的な組織だという考え方はあまり多くない。あるいは不確かな科学というものの見方もですね、IPCC という報道の中では多くないということなんですね。ですから、まあ、日本の報道というのは、科学ということに関して言うと、もう IPCC は科学であり、まあ、まあ、それに基づいて報道している。まあまあ、IPCC に信頼を置いた形で報道しているということがほとんどだったというふうに言うことができると思います。とはいえ、日本の報道にもですね、バランス報道というのはあるんですね。で、今まで言ってきたのは、温暖化の科学という側面においてバランス報道ではなくても、IPCC に依拠した報道が多かったということなんですけれども、まあ、国内の温暖化対策とか国際政治における日本の戦略ということにおいてはですね、実はまあバランスといいますか、こういう考え方もありますよというのと、こういう考え方もありますよという、まあ、そういう2つがあるとしたら、そういうものをですね、バランスよく報道するというのが、まあ日本の報道であったと言えます。まあこれはですね、まあ、環境優先というか地球温暖化対策を優先するという、まあ、一つの考え方と、まあ、これは環境省に代表されると思うんですけど、まあ、一つのそういう考えと、もう一つは、経済を優先するという、まあ、経済産業省の考え方、まあ、その2つがあるとしたら、その2つをですね、報道、それぞれ報道してきていたというのが考え方になると思います。ただですね、最近の傾向でいうと、環境省自体もですね、環境省も3.11 以降はですね、2011年以降、まあ、原子力規制委員会を
所管したりですね、あるいは除染とかですね、すごく大きな仕事を原子力関係でしたりしていますので、まあ、そういう意味で、まあ、なんていうんですか、この環境優先という考え方がやや弱まってきているというふうには思いますし、この政府内の政策対立という意味で環境省と経済産業省は以前ほどは対立していないというふうにも見えます。それはすなわち日本の環境政策あるいは地球温暖化対策が、まあ、保守的になっているということにもつながっているというふうにも思います。はい、まあ、以上が、まあ、私が調べてきたあるいは参考にしている研究をですね、紹介させていただく形で、地球温暖化問題の報道について考えてきました。でここからはですね、まあ、より一般的に公平中立報道はジャーナリズムの規範と言えるのかという観点で考えていきたいと思います。報道の公平中立というものをですね、考えるときには、まあ、先ほどお話したように2つある場合は賛否両論を公平に併記する。3つある場合は3つを3分の1ずつ報道するというのが、まあ、公平中立という考え方を端的に表したものですね。まあ、しかし今見てきましたように、科学的な根拠というもの、あるいは科学的な問題というものでいうとですね、A と B の確からしさが9対1の場合、両論を対等に扱うのが適切かということが出てくるわけですね。まあ、これは例えばワクチンの問題とかですね、他の科学的な問題にも関わっていく問題だ、まあ、のことだと思います。また世論調査で X についての賛成の割合が8割、反対が2割の場合、X についての賛否を対等に扱うことが適切かという問題もあります。ただし、まあ、世論調査の意見という場合に、まあ、科学的な根拠とかですね、まあ、まあ、この世論調査と科学的な問題というのは、まあ、少し分ける必要があるのかなというのも思うところであります。それは根拠、まあ、この後でもお話しますけど、根拠、つまり重要、ここの下に書いてますね、重要なのは中立ということではなくて、どれだけその意見に根拠があるのかということだと思うんですね。ですので、世論調査の場合の意見のが2つ分かれて、それが8対2だとしても、例えば内閣の支持率が8対2だとし、不支持がですね、まあ、支持が2で、賛成が8だとしてもですね、その割合をそのまま生かして報道するかというと、まあ、そうは言えないかもしれないという意味で言っているわけですね。で、また誰にとっての中立かというのも非常に重要かと思います。ここでお話しすると、この今の話をですね、モデルにしますと、均等度と比例度というモデルになると思います。均等度というのは、まあ、5人いたらするとですね、5人のものをですね、均等に報道するということ。で、比例度というのは、その重要度に応じて報道する、割合で報道するということ。これは例えば選挙の時にこういうことが問題になります。例えば2016年東京都知事選では21人が立候補して3人が有力候補だったわけです。じゃあ21人を均等度モデルで均等な時間で報道しますかというとどうでしょうか。まあ、実際テレビはそういうことは、メディアはそうはしてないですね。で、有力3人の候補を選んで、その人たちは均等にした上で、それ以外の人は、まあ、時間を割り当てを減らす形で、またそこは均等にしているということではあると思うんですが、まあ、それはだから比例度というのが一つ入ってきているということですね。で、先ほど言った誰にとって中立かというか、バランスがいいかというのを考えるとですね、実は、これなかなか難しいんですけど、有力候補以外の18人にとっては均等度モデルでやってもらった方がバランスがいいわけです。
まあ、中立的なわけですね。まあ、つまり自分は有力候補とみなされていないがゆえに、他の候補に比べてテレビあるいは報道される時間数が、あるいは記事数、記事の行数がですね、短いとかというと、ある意味候補者にとっては不平等ということになるわけです。で、一方で有力候補3人にとっては、まあ、3人を集中的にバランスを取ってもらった方がいいわけで、それは比例度でその他の人を、まあ、定職扱ってもらった方がバランスがいい報道だというふうに考えるわけですね。ですから、まあ本当に誰にとってバランスがいいかというのが、まあ、それはその考える必要があるということです。ですので、バランスについては、バランスというのは公平中立ということなんですけども、複数の尺度があると。誰にとってのバランスかと。で、原理的にはそういう比例度と均等度のモデルというのがありますねと。ですので、これを考えるのは非常に、まあ、曖昧な問題になるということを、まあ、言わせていただきたいと思います。で、まあ、この後少し説明しますけども、まあ、これに代わってやっぱり重要なのはですね、まあ、一つの問題を扱うときに、二つの意見を バランスよく登場させるというよりも、重要なのは多面的な取材と、まあ、いろんな側面をきちんと取材するということと、まあ、アクターから独立してる、それぞれの、民主党なら、あるいはそれぞれの、まあ、民主党、共和党でもいいんですけど、そちらからですね、独立している立場であるということが、まあ、重要なんだというふうに思います。で、実は、まあ、私の取材経験から言いますと、公平中立報道というのは、まあ、取材が足りてない時の責任回避策にもなるわけです。つまり自分はよくわからないこの問題は、例えば地球温暖化の問題は、科学者の人はこう、人為起源だと言ってる人もいるし、いやそれは違うと、いやあれ間違ってる、あるいはそれはおかしいというふうに考えてる人もいると、でも自分はわからないというときに、両方をですね対等に扱えば、まあ責任は回避できるという意味で、まあ、一つの、まあ、取材不足あるいは知識不足の回避するためのですね、スキルということは言えるというふうには思います。で、The Elements of Journalism、 この右側にあるこの本ですね、これ日本語訳も一つ出てますが、まあ、これは版を重ねているジャーナリズムの教科書とも言われているものです。まあ、The Elements of Journalism というのは、ジャーナリズムの原則というふうに訳してるんですけども、まあ、10の原則が書かれているんですね、この本には。で、その10の原則の中には、実は公平、中立、バランスといったものは入ってないんです。で、原則に入っているのは、独立、あるいは検証、などなんですね。ここでそうですね、ちょっと紹介しておきたいと思いますが、10の原則というのはですね、ここに書いてある、ジャーナリズムは第一に真実に対する義務がある、ジャーナリズムは第一に市民に忠実でなければならない、とうとう10あるわけです。で、これを右に私が真実、市民、検証、独立、権力監視、公開フォーラム、物語性、包括性、良心、市民の権利と義務と書いてますが、これが、まあ、そこにその10の原則の、まあ、柱となるキーワードですね。で、ここを見ていただくと分かりますけども、今お話した公平中立というのは入ってないです。で、これについては説明もしてありました。それは非常に曖昧なもので、一見もっともらしいんだけども、考えていくと曖昧になっていくというものなので、基準として設けるというか、原則として、にするのはふさわしくないというようなことを書いてあります。
で、これをもとに、これも後で参照しながら考えていきます。で、もう一度見ていただくと、今度はですね、先ほどの大学生の意見の中に公平中立というのがあると同時に、客観的に報道すべきかどうかという、客観的に報道すべきだというのも、公平中立に報道すべきということと、客観的に報道すべきということ、この2つがよく言われるんですね。ですので、ちょっと今日の話からずれるんですが、客観報道についても少し考えてみたいと思います。で、客観報道はジャーナリズムの規範と言えるのか。まあ、言えると考える人が多いというふうに思いますが、まあ、ここでは、実はそうは、私はそうは言わないんですけども、まあ、これからお聞きいただければと思います。客観報道というのは、ジャーナリズム、まあ、こういう定義が試みられていると。ジャーナリズムの、ジャーナリストの主観意見を入れない報道。できるだけ客観的に観察し、分析し、客観的に描写伝達すること。もう一つは、記者の主観を交えず、中立、公平の立場で事実をありのままに伝えようとするもの。まあ、非常に最もだというふうに思いますし、こういうふうにやれればいい報道はいいんじゃないかというふうに、思われると思います。まあ、ここにはもう客観性の定義の中に中立公平というのも入ってきてますね。で、一つ事例を、そうですね、これは事例じゃなくその前に、まあ、客観報道の要素というのは、まあ、こういうものだというのを大石さんなんかの本では書かれると、まあ、事実性の原則、意見を入れない、没評論性、で 不変不当性、まあ、これは先ほどの、まあ、独立と言っていいかもしれませんね。まあ、あるいはやっぱり公平中立 の原則とも言えるかもしれません。ここで事例を一つ 見ていきたいと思います。去年のコロナの時の報道ですけれども、この記事は、当時の菅首相は、去年の12月、GoTo は停止を考えていないと、札幌、大阪は延長を検討していると、まあ、これは緊急事態ですかね、というのがメインでなってますし、本文の始まりも菅首相はで始まってます。で、もう一つ前にこう見ていただくとですね、これ同じ日の朝日新聞なんですけれども、分科会抜本的対策迫る、感染拡大続く地域、県境越え自粛などということで、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会はということで、主語が始まっています。まあ、尾身さんの方の話ですね。で、これ同じ日の一面トップなんですけども、随分トップのが違いますよね。で、この毎日の記事を見ますとですね、まあ、左の側にもう一つ見出しが立って、その分科会、今の分科会が自粛を最低限というのが入っています。でもこれは、まあ、メインの記事にはなってないということです。で、一方で、朝日の記事は、この下の方に出てですね、GoTo 一時停止、まだ考えていない首相と書いてありまして、まあ、記事は分けてますけども、まあ、小さい扱いで出てきています。まあ、これは何を意味するかといいますと、まあ、客観報道、あるいは事実をありのままに伝えるという報道の中にもですね、中でも、実はもうメッセージはそれぞれ価値づけをして伝えているということですね。どっちが大きいかということを、まあ、これは毎日は首相の側を大きく捉え、朝日は分科会の側を大きく捉えているということで、まるでこう違うものになってきていると思います。ですので、まあ、コミュニケーションというものには、主観的な価値判断が必ず入るということですね。何をどのくらいか伝えるかという、まあ、報道対象の選択というのがまずあります。だから今2つありましたけど、1つを取り上げないということもできるわけです。まあ、そういう意味では
選択というのが入りますし、どういう見方で、まあ、今の話ではどういう見方というのはないんですけれども、まあ、どういう見方で伝えるかというのもあります。菅首相が言ったその部分に注目するのか、ではまた別の GoTo でない別のところに注目するのかによって、事実としてそう言ってるわけですけども、それも選択ですね。まあ、そういう選択による見方、フレームが変わってくるということなんですね。まあ、表現の仕方というのがあります。例えば、表現の仕方としては、まあ、日本というかですね、あるいは我が国というかで、また、この、これは客観報道の中にも入ってくるわけですね。日本、あるいは我が国というの。まあ、終戦、敗戦。ということは使うかによってもうそこに意味が入ってる、来てるわけですし、よくあの沖縄密約事件、沖縄機密、外務省機密漏洩事件というのが昔ありましたが、外務省機密漏洩事件というか沖縄密約事件というかで、同じ問題が全く違うものになっていくということですね。だから言ってることは事実、それぞれ事実です。だからどちらも客観報道と言われるものに入るわけですけども、つまり外務省がから機密が漏れたことが重要だというふうに考える事件なのか、沖縄において国が密約をしたのが重要だと考えているかによって、もう言葉に価値判断が埋め込まれているということになります。だからそういうものがもう、まあ、言葉というのはそういうもののが多いわけですよね。だからそういうものをがあるという中で、じゃあ客観報道がと言ってもですね、実はそういうものが入っているということをまず知っておく必要があるということです。で、客観報道主義というのが、まあ問題だと、これは私が言ってるというよりも先ほどの原さんという元共同通信の人で、今波新書でジャーナリズムの可能性とかですね、そういう本を書かれてる方が言われていることを、まあ、使っているわけですけども、まあ、客観報道というのは事実を伝えるというふうに言うわけですけども、じゃあ事実はどういうことかというと、一番分かりやすい事実というのは、今日誰々がこういう発表しましたとか、まあ、こういう資料、まあ、こういう、アンケート結果がまとまりましたという発表資料とかですね、あるいは二階さんがこう言ったとかっていう発言とかですね、そういうものが、まあ、一番分かりやすいわけですね。それは事実、言ったのは事実、発表したのは事実ということなので、それを忠実に伝えるというふうにことが客観報道だというふうに考えられていることがですね、まあ、今の時代、私はそれは誤解だと思うんですけども、そういうふうに思っている人が多いということです。それはメディアの人もそう思っているということですね。ですので、まあ、そういうことが客観報道だとすればですね、信頼できる情報、まあ、政府というのは信頼できる情報源と、まあ、位置づけることができますので、政府が発表したというのはですね、非常に大きな客観報道の、根拠になるわけですね。ですから、まあ、政府の発表したものが多くなるというのは、客観報道主義の、まあ、悪しき、流れというか、まあ、客観報道というものを誤解して、それを徹底した結果の、生まれた、悪い、私は良くない、慣習というか、報道の慣習だと思いますけども。まあ、これはでもメディアにとっては都合が良くてですね、責任を発表者に転嫁できる。つまり、いや、それは誰、政府が発表したから、あるいは政治家が発言したからということで、転嫁できるものですね。で、まあ、責任を取らなくていいということ。まあ、その結果、まあ、発表記事が増えてきてて、まあ、その中にはですね、実はニュースソース、発表者が情報操作することも、あるわけです。でもそれも含めて発表したからといって報道すれば、それは大本営をかつて大本営発表を報道していたものと同じことになるわけですね。
で、もう一つあるのは、やはり政府がというか、そういう信頼できる情報源が発表した報道というものが多くなると、じゃあ政府の発表が実はかなり大量に出てて、そのまま報道されてて、まあ、なんて言ったら市民の側、あるいは NPO、NGO、あるいは他のアクター、そのに対して意見を持っている人の報道というのはほとんど小さくなっているといいますか、そういう形のものになってて、これは本当に中立的なんですかというふうに言えるわけです。じゃあ何が中立かというのが分からないくなる。まあ、先ほど言ったことですと同じかもしれません。なので、まあ、今起きている客観報道が重要だ、その結果発表報道が横行している、まあ、これはもう本当にジャーナリズムというもののですね、衰退を招くものだというふうに思っております。で、これは先ほどからお話しているジャーナリズムの原則に載っているものなんですけれども、まあ、ここに真ん中あたりにですね、Everyone is biased って書いてますね。まあ、誰しもバイアス、変更してるんだということを言ってるわけですね。まあ、そういうところから発するべきだということなんですね。だからこの、ここに書いてあるのは、客観性というのは、ジャーナリストがバイアスなし、バイアスのない人だということを意味する。ことではなかったということを言ってるわけですね。まあ、誰もがバイアスはあるんだということです。じゃあどうしたらいいかというと、まあ、ここにこれもこの下に書いてるんですけれども、まあ、一人一人はみんな主観を持っていますというか、そういうバイアスがかかってますということなので、その、まあ、つまり取材あるいはその、まあそうですね、取材のプロセスとかね、そういうものがレポーティングのプロセスというのは取材から発表までのプロセスです。そういうものが客観的であるべきだと言ってるんですね。で、客観というのはまたなかなか難しい概念でして、まあ、主観を入れない、まあ、ここに書いてますように主観を入れないで記事を書くという、まあ、第三者的立ち位置というふうに考えられています。ただし、まあ、今先ほどお話したようにいろんな形で主観は入ってくるものなんですね、ニュースには。ですので、重要なのはですね、ここに書いてると、まあ、先ほどお話したように取材や調査のプロセスの客観性。で、ここに出てくるのは科学研究、まあ、結論から言うと科学研究と同じ原則を使うんだということなんですけども、まあ、それをですね、まあ、一番重要な言葉で言うと検証可能性ということになるんです。なると思います。で、検証可能性というのは、つまり書かれていること、まあ、例えば新聞に書かれていること、まあ、これは論文はそういうことを言うわけですけども、手法を明らかにして、ある研究をして、その結果が出ましたと。それは他の人がやっても同じようにできますか、まあ、その検証の仕方を教えてくださいというか、それを示してくださいというのが、まあ、検証可能性なんですけども、まあ、そういうものがあるに記事の書き方というのがですね、まあ、客観的な報道になるというふうに思います。つまりは、まあ、どういう、例えばインタビューをしたする場合でもですね、結果だけ書くんじゃなくて、まあ、今の世論調査のやり方でも、まあ、でいいんですけども、例えば街頭インタビューをしても街頭で意見を聞きました、 A さんはこう言いました、 B さんはこう言いましたと書くと、まあ、A さんと B さんの意見がその街頭の代表みたいになる、あるいは街の声の代表みたいになるわけですけども、やはり実は本当にこう科学的にやろうとすればどこどこに立って、声をかけて、その来る人にインタビューを頼みました、で OK してくれた人に声を聞きましたとか、30人のうち3人が答えてくれましたというふうに書くと、
それはまあ科学的と言えるというふうに言います。ですから、まあ、検証可能性というのはそういうことを意味しているというふうに思います。ちょっと長くなっているので、このあたりはちょっと、まあ、端折る形で、いきますけれども、まあ、公平中立とかですね、客観報道というものに、そういう言葉に変わるものを考えるというときに考えてみました。で、ジャーナリズムの知的原則というのは、ジャーナリズムの原則の中にあります。まあ、この中で、先ほどのお話で言うとですね、方法や動機について可能な限り透明性を確保せよというのが、あります。これが、まあ、一番重要な言葉になると思います。今日のお話の、中ではですね、まあ、情報源を明示するということですね。で、私が考えることはですね、公平中立報道というものの、に変わるものとしては、やはり先ほどお話したように、さまざまなアクターから独立していることと、多面的な取材調査をするということによって、まあ、根拠があるかどうかを知る。で、根拠に応じて、根拠の強さに応じて、扱いの程度を変えるということが重要だと思うので、思いますので、まあ、独立性と包括性、まあ、多面的な調査を、まあ、取材をし尽くすということですね。まあ、そういう独立性と包括性というのが、まあ、重要だろうということ。で、検証性という、客観性ということに関して言うと、まあ、先ほども客観的というよりも、まあ、検証性、検証可能性というのが、まあ、重要だというふうに考えます。ですので、まあ、この、まあ、客観報道とかですね、中立報道に変わるものとしては、検証性、包括性、独立性というのが基準になるんだろうというふうに、思います。はい、まあ、ここでは10の原則の中にそれが入っていますので、まあ、この、ここで最後紹介させていただいています。では、青森の参考文献は以上、こういうものになります。はい、少し長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。瀬川先生、ありがとうございました。ここからは質疑応答です。ご質問は画面の下側の Q&A から内容を打ち込んでください。瀬川先生はどの質問にお答えになるのか、その都度おっしゃっていただければ幸いです。質問者の名前はご無用です。よろしくお願いします。一つ今来ているのがあるんですが、ちょっと、私の専門とは異なると思いますが、質問させていただきます。今回の静岡県知事辞職勧告問題は、ジャーナルの観点からどのような感想をお持ちでしょうか。選挙の応援演説の状況が一方的にメディアに流れること自体、問題ではないでしょうか。問題ではないでしょうか。先生。はい。はい。画面共有の停止をお願いしようと思いましたが、停止されましたので、はい、ありがとうございます。ちょっと私、この問題分からないんですが、選挙の応援演説の状況が一方的にメディアに流れること自体問題ではないでしょうか。そうですね、応援演説の状況が流れる、選挙の応援演説、その、内部というか応援演説の状況が流れること自体は一方的にメディアに流れることっていうのはちょっと意味がわからないんですけど、メディアに流れるというのは、メディアで報道されたということでしょうか、それともまあそういう応援演説の状況がメディア、そういう情報をメディアが入手したということでしょうかね。まあ、おそらくさっきのお話なんで、前の側の応援演説の状況が一方的にメディアで報道されたということでよろしいんですかね。これ西先生、はい、どうですか。この問題はなんか少し解説いただけるって。これは、参議院議員の補欠選挙の中で、これは屋外で行われた
一方の候補者、実際に当選した人ですけれども、これに対する知事の応援演説の中で、失言というか、この、県内の、これは、2人の候補者が、1人は、1人、落選した方は、県の東の方、で当選した方で、知事が応援して当選した方は、県の西の方の候補者で、でこの、落選した方の、県の東部の地、県の東部の、地域について、この市、その市は、県の西部に比べて、産業が少ないという、産業が少ないということを、その、相手候補、その東部の出身の、候補の発言を引用する形で、揶揄するようなことを言ったんですね。で、それが、失言として問題になっている。けれども、これは、この屋外で行われた応援演説の映像が、最近この、その発言が問題になってから、テレビで放送されているんですけれども、これは、誰でも見ることができる場所、現地に行った人は見ることができる、ビデオに撮ることができるところで行われていた、演説の映像なんで、私の意見を申し上げれば、これは、そういう、開かれた場で、人が見ることを前提として行われた演説の、映像なんだから、私としては、私の意見を言えば、これは、最近また放送されているのは、メディア倫理としては問題ないと思います。これは私の意見です。はいはい。今、屋外での選挙演説の状況であれば、それは、一方的にというよりも、当然、公のものだとは思いますので、特に、問題ないと私も思います。その点は、ちょっと、それがどういう問題が逆にあるのかというと、公平性という問題で何かあるのかなとは思うんですけど、それもちょっと今私自身、先ほどお話したように、公平に報道するとかということは、要するにその問題を知らない人が一番やりがちな、A の意見もありますよ、B の意見もありますよということなので、私も今この問題をそのあまりこう本当に申し訳ないんですけど、詳しくないので、どう報道するのか、どっちをどう報道するのかというのは、ちょっと分かりませんけど、今書かれているこの一方的にメディアが報道したというのは、一方的というのは当たらないんじゃないかなとは思いますけどね、その応援演説ということであれば。はい、ありがとうございます。次はこれ、なかなか環境問題ではない問題が多くて、なかなか難しいですけど、中国の情報統制をどのように考えていますか。報道という、情報統制、中国の情報統制というのは、やっぱり、危惧するものだとは思いますね、やっぱりね。やはり情報統制というよりも言論の自由というものがきちっと守られているかどうか、報道の自由が守られているかどうかということをですね、やはりその視点から考えるべき、問題だと思います。よろしいでしょうか。次にあるのはですね、HPV ワクチンに関して、この10年間の報道に関して、医学的見地をベースにした妥当な内容だったのでしょうか。かなりバイアスがかかっていたのではないかと私には思いますが、いかがでしょうか。これは多分、次のバズフィードの岩永さんですか、お話しなさるんだと思いますけれども、私自身、この10年というのは、実は大学で、
教育と研究に当たっていたということで、まあ、報道自体はしていないんですけれども、まあ、一般のでいうとですね、やはり医学的な、まあ、先ほどお話した地球環境問題と同じでして、科学的根拠、医学的な根拠、あるいはその医学的な意見の分布に基づいて、まあ、報道するべきだと思います。まあ、その点でバイアスがかかっていたというふうには、まあ、言える可能性はあるというふうに思っています。よろしいでしょうか。もし、ありがとうございます。質問、回答についてまた何かありましたら、お寄せいただければと思います。他にご質問があればぜひお願いしたいんですけども。入っています。入っています。ああそうです、入ってます。すみません、ありがとうございました。記者新聞社が独自の視点を持つのは別段悪いことではないということでしょうか。一般読者は自分の信じるイデオロギーのようなものに合う新聞を選べばよいのでしょうか。結局一般大衆が選ぶ議員によって世の中が決まるということでしょうね。独自の視点を持つということと意見を、なんていうんですか、意見を言い放つといいますか、というのは違うと思うんですね。やはり新聞社、記者は基本的には事実に基づいて、まあ、先ほどジャーナルの原則等がありましたけども、事実に基づいて、まあ、真実に迫るということが重要だ。で、また、市民にそういうことをすることによって貢献するということが重要ですね。基本的には市民の知る権利に応えるというのが、まあ、記者新聞社のものだと思います。ですので、独自の視点を持つという独自のこれ難しいんですけど、まあ、意見というかですね、意見と事実は区別するというのがまず記者にとって重要なことだと思います。今の新聞とかメディアは結局客観報道という中で意見と事実がですね、もう混在するように形で記事を書いているので、まあ、そこが問題だとは思います。ですので、まあ、視点を持つというのと意見を持つというのはまた違うと思うんですね。その視点、ある視点で例えば、なんていうんですかね、まあ、コロナの問題でも、その経済の視点でいく、医学の視点でいくというときに、それぞれ違うと思います。だから、そういう視点を持つというのは、視点で見るというのは重要だと思いますが、そのときに、単にこうすべきだということを意見として発するというのは、が新聞社、記者の、まあ、重要なことではなくて、やはりこういう、事実がある。で、まあ、まあ、それについて見方はこういうふうにあると。でも、それを調べていくと、まあ、やはり根拠があるのはこういうことですよねというのを調べて提示していくというのが、ジャーナリズム、報道のまあ重要なところだと思います。ですから、議員を選ぶのとと言われると、まあ、一般大衆が選ぶ議員によって世の中が決まるということでしょうか。ちょっとそこはどうかなと思いますけど、まあ、イデオロギーに合う新聞を選べばよいかというとそうではなくて、まあ、もちろん新聞にはそういう意味で、まあ、社説というのは意見を述べるところですから、社説を読めばそのメディアの意見というのは分かると思いますので、まあ、そういう意味では多くの自分のイデオロギーに合うものを見るんではなくて、自分に合うものと合わないものを両方見るということが重要だというふうに、ということだと思います。それは、まあ、答えになってるでしょうか。ちょっともし、ご質問がさらにあるようでしたら、お答えいただければと思います。
今の質問へのご回答に対して、またコメントが入っています。はい、あ、なるほど、バランスですね。最近の記事は誰が書いたのかを、意見と事実を別にして述べていることをよく目にします。そうですね。まあ、バランスと、そうですね。まあ、明確にするということですね。まあ、意見、まあ、誰が書いていることが分かることによって、まあ、やっぱり、記事というのは客観報道といえども人が書いてるんだということが分かるわけですし、まあ、その中で意見と事実を区別して述べているということができていれば、まあ、非常に、まあ、良質のジャーナリズムに近づいているんだろうとは思います。はい、ありがとうございます。まあ、あと、これからのジャーナリズムはよく言われるんですけど、まあ、単に報道、なんていうんですかね、問題点を指摘するだけではなくて、まあ、課題解決型といいますかね、建設的ジャーナリズムというのも、まあ、求められているというか、やっぱりある問題を調べた上で、やっぱりこういう解決策があるんじゃないかというのを提言していくようなジャーナリズムというのもですね、まあ、提言、まあ、そうですね、まあ、それもやっぱり単に提言というよりも事実に根拠に基づいて提言していくということがですね、求められているというふうに言われています。まあ、ソリューションジャーナリズムとかそういう言葉もあります。まあ、解決ジャーナリズムというようなことですね。まあ、そういうことによって、まあ、まあ、今やっぱりメディアの問題というのはやっぱり信頼というものが、まあ、徐々に失われているということで、まあ、先ほどお話したように、メディアは偏っているという視点でこう、まあ、指摘が起きるということですね。その、まあ、偏っているというのは確かに意見としてはあると思うんですけども、 それぞれの、まあ、まあ、先ほどお話した2つの新聞が2つのものを、ね、別々に価値づけをですね、菅首相と、まあ、尾身さんというふうに考えると、それぞれ別々の扱いをしているんですけど、まあ、それは、まあ、隠れた意見だとは、意見というか隠れた、まあまあ、価値づけというか、まあ、主観だとは思います。だからそういうものは、そういうものが入ってるんだけども、ただ書かれているもの、大きさは違うけど書かれているもの部分は、まあ、事実に基づいているという意味ではですね、そういうことをやっぱり、まあ、メディアリテラシーとして知るということもですね、本当は重要だかなと思いますね。その単に変更しているということは何を、まあ、変更しているバイアスがかかっているというのは何を意味しているのかということを逆に説明しない、あるいは考えないと、まあ、今の話で言うと確かにそれぞれ価値づけは違うし、そういう多様性、まあ、違うわけですけど、まあ、でもそういう多様性というのは認められるんじゃないかとは思いますし、そうでないと、毎日同じ紙面というか、その同じ価値づけで同じ、内容のものが別の新聞が出すとかっていうと、それこそ気持ち悪いというか、こうおかしいというか、ね、不自然だと思いますね。なので、うん、その辺のこの変更っていうのは何か、何が変更っていうのは何なのかっていうか、何をそれによってこう、まあ、考え、それで批判できるものなのかっていうのを考える必要はあると思います。まあ、お話したように、客観報道と言いながら、実は、まあ、いろんな言葉をですね、その客観じゃない主観的な言葉を入れてるという、まあ、事実はあるとは思いますので、そういうところはですね、やはりメディアの人はもっとそういうことに自覚的になって修正していかなきゃいけないというふうには思います。ありがとうございます。私から一つの質問してよろしいでしょうか。はい。新聞には社論というものがあるとおっしゃいましたけれども、
論説記事の編集と事実に関する記事、事実の報道記事の編集を完全に分けて、そして社論に反するというか、社論と矛盾するような、事実でも、まあ、事実であれば、どんどん報道することによって、事実の報道に対する、まあ、信頼を高める。社論では、社説ではこんなこと言ってるけど、変更してないじゃないかという信用を高める。そういう動機は、まあ、例えば新聞社には働かないんでしょうか。これは、まあ、アメリカのウォールストリートジャーナルなんて、この論説面は、まあ、温暖化問題なんかに関しても結構極端な言葉が書いてあるけれども、その他のページでは全然違うことが書いてある。で、それが他の論説以外のページに対する信頼を高めている。まあ、そういう面がありますけれども、はい、こういう動機は会社にはなかなか働かないんでしょうか。いや、働く可能性というか、働いている部分もあるとは思いますし、まあ、働いてない部分もあるというのが、まあ、社によってというのもあるかもしれません。メディアによって。実は論説と編集局というのは分離してるんですね。まあ、それはご存知かなとは思うんですけど、論説室というのは編集局の中にはないんです。編集局はとは別に、なんていうんですかね、会社直属といいますか、その論説というのがあって、でそれとは別に編集局があって、編集局長のような人がいて、記者が政治部、経済部とかですね、科学部とか社会部とかがあって、そこは記事を書くということなので、実際には先ほど西先生がおっしゃられたように、論説では温暖化に対して、慎重というか、温暖化対策に対して慎重だけども、まあ、報道においては温暖化の問題を、まあ、事実に基づいてきちっと報道しているとかですね、そういうことは起きうるし、まあ、起きているところはあるとは思うんですね。まあ、もそのも温暖化で起きているかどうかは、普通のいろんな問題において、実は論説と、なんていうか、一般のニュースが言うことが違うというのが、そういうことを指摘して、まあ、それを問題だというふうに指摘する人もいるぐらいだと思うんですけどね、私の理解では。いいことだと思うんですけれどもね。そうですね、私もそう思います。むしろ社論、実は、まあ、社説を書いてる人たちも、この社論というのは、社論というか、社説というのは、本当に社の意見なのか、自分、論説室の意見なのか、というのについては、なんていうんですか、はっきりしてないというか、自分たちの気持ちの中でもはっきりしてないとは思いますね。というのは、今言ったように、編集局はまた別にあるので、まあ、ですから、論説室の書くオピニオンというのが、社説ということだと思うんですけどね。なるほど。まあ、社説と社論は必ずしも一緒でないと。事務所によってはですね、もっと上からの、方向性というのがあって、社説も、社論も、社説もですね、編集局も、まあ、そこからこう同じように、方向性が示されているような会社もあるとは聞きますけど、まあ、毎日新聞社においては特にそういうのはなかったので、そのむしろバラバラというか、まあ、はっきり言って、北も右もいれば左もいるというような会社でしたけどね。まあ、そういう人たちが日々意見を交わしながら同じ紙面を作っていたというのが、まあ、毎日新聞だったので、まあ、そういうことも可能だということだと思いますけどね。そうですね、まあ、それが毎日新聞の特色だと思います。最後に、
この記者新聞社の視点について、聞かれた、質問された方から、最後一つコメントが入ってまして、ソーシャルネットワークサービス、ソーシャルメディアは、バランスとか、意見と事実の区別の点から、これは、利用者がどういう記事を目にするかは、これは AI、人工知能によって好みがピックアップされているからまずいですねと。で、自分でいろんな、自分でその社論の違うメディアを探してみないといけませんねと、そういう意味のコメントが入っています。本当に社論の違う、ここに書いてるのは、産経新聞と朝日新聞と書かれてると思うんですけど、例えばそういうのを両方見ることによって、やっぱり人を理解するっていうのはやっぱり重要だと思いますので、人は、つまり単にお互いが、意見が違うということをやり合うということではなくて、やっぱり一人一人が自分の意見があれば、いや、相手は、他の人はどう考えてるんだろうということを考えて、なぜその人はそう考えているのかということを理解することが、成熟した民主主義の社会においては重要だと思いますので、本当に自分と違う意見の載っている新聞も読んでですね、なぜそういうふうに考えるのか、その根拠は何なのかというのを考えて、理解しようとするということは、とても重要で、それが一方で自分はじゃあなんで自分のことを自分の考えはどういう根拠で自分の考えを持ってるのかというのを振り返って考えるということ、そういうことを自分一人一人がやることができれば、社会は非常に、民主的な、いい方向に進んでいくんだろうと思っております。そうですね、まさに自分と意見の違う人はなぜそういう意見を持っているんだろうかと考えるっていうのは、最近のアメリカではだいぶ失われていることだと思います。大変重要な、大変重いご指摘だと思います。瀬川先生には、こういう複雑な問題を整理していただき、また、質問にもご丁寧にお答えいただき、どうもありがとうございました。参加者の皆さんには、意見の違う人はなぜそう考えているのか、そういう対立のあるのことについて自分はなぜそう考えているのか、考えると、そういう、きっかけに、きっかけになれば、幸いでございます。なお皆さんが退出されるとアンケートが画面に表示されますので、ご協力をお願いします。次回は12月17日金曜日に、コロナ禍の医療ジャーナリズムの課題と取り組みについて、ネットメディアのバズフィードジャパンのメディカルエディター、医療記事の記者編集者の岩永直子さんがお話しします。これまで毎月最後の木曜日でしたが、次は第3金曜日です。メールでご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。以上をもちまして、本日の講座を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。